ゲン、えー、さんにはいつも音楽の楽しさを教えてもらっています。音楽の楽しさを教えてくれて本当にあり,ありがとうございます。この気持ちが届きますように。ありがとう。こちらこそ嬉しいですね。えー、山口県17歳、えー、パンピーノさん。ファミリーソングをふらげしました。ありがとう。CD を開ける前のドキドキがたまりませんでしたが、えー、新曲4曲すべて聴きました。このシングルやばいですね。いい意味で裏切られた曲が3曲目のプリンです。 遊んで作った後、ゲンさんが言っていましたが想像していた以上にかっこいい曲,が曲で衝撃でしたギターが特徴的でロック感もありつつブラック感が強いなぁと感じました、えー、このプリンはプリンスをパロディとして作られた曲だと知りゲンさんのプリンスへの思いも伝わってきました発売日より一足先にこのファミリーソングに触れることができて嬉しいです今回も素敵な音楽をありがとうございますということでいやこしゃこしゃありがとうございます 続けていきましょうラジオネーム「ゲンシックなゆうちゃんさん」埼玉県37歳、えー「今日無事にファミリーソングフラゲできました」「ありがとう夕飯を作りながら約1時間半リピートし続けました」「ありがとう」えー「2曲目カップリングの肌は CM で聴いていたのとあれですね「えー、ビオレ U ボディーソープの」の、えー、CM ソングでございます CM で聴いていたのと1曲フルで聴いたのとでは少し印象が違いました 通してくくとすごく色気のあるセクシー3曲目のプリンは何だこの楽しい曲は最高だなと思ったのですが初回特典 DVD のメイキング映像を見た後に聴くとまた違った気持ちで聴けて楽しい気持ちが増しました家事がすごくはかどります4曲目のキッズハウスバージョン僕が家で一人で撮った曲ですねもう恒例の4曲目キッズハウスバージョン個人的には一番好きですリズムもギターもとにかくかっこいい 毎日ファミリーソング4曲セットで聴きまくりたいと思います。嫌いな家事も小躍りしながら楽しくできそうです。ありがとうございます。いやもうちょっと今日は、ね、なるべく感想メールを読みたいと思います。福島県おいもさん23歳。えー、ファミリーソングフラゲしました。ありがとう。ファミリーソングはもちろんカップリングクソやべえですね。えー、まだ購入できていないかな方もいると思うのでやんわりと感想を。肌のイントロを聞いた時に鳥肌が立ちました。ジャジー、メロー。 どんな言葉で表したらよいか分からないけど歌詞も官能的で大人な雰囲気スタイリッシュな曲だなぁと感じましたえけれどリズムをしっかり感じることができ思わず体でリズムを取りたくなるような不思議な曲ですねえ3曲目のプリンは前評判で聞いていた通りゲンさんがスタッフの皆さんが楽しんで作ったのが分かる面白い曲でした特にこだわってテイクを重ねていたあそこ 初めは分かりにくかったので何回もそこだけリピートしました「えー、いつも楽しい音楽を楽しい時間をありがとうございます」「お体に気をつけてお仕事頑張ってください応援しています」うありがとうございますいいですね、えー、広島県16歳リコ、えー「今日ライブ会場で頼んでいた初回版のファミリーソングが届きました」ああ「あコンティニューズのツアーでね頼んでくれたんだねありがとう」えー「ゲンさんがものすごく遊んだ」っておっしゃっていたのでどんな感じなのかなって大きな期待を持って4曲を聞きました なんと、その期待をどんと超えてきたじゃありませんか。びっくりです。最高です。素敵です。また、えー、初回特典 DVD、ホームビデオに入っていたプリンのレコーディング映像から、どの楽器がどんな風に動いているのがよくわかり、曲をしっかり耳でも楽しむことができました。素晴らしいものをありがとうございました。これから友達に宣伝活動をしていきます。ありがとうございます。リスナーの鏡ありがとうございます。まだ読むぜ。あんまりね、全然読めてないからね。 こういいでとにかくメールを読むっていいですね、うん、<laughs> 唐突にドリンクタイムを放り込むっていうねしかもあの「ごきゅ」っていうのが熱すぎてちょっと久しぶりだったんでできなかったん読後感だけ読後感読後感じゃねえななん <laughs> だ読後感だ読んだ後の読 <laughs> 後感 飲んだ後の感じだけね、雰囲気だけ感じてもらえればと思いました、えー、横浜市明さん、えー、ファミリーソングフラゲしました。ありがとう。歌手カードを見て知り驚きましたが、ファミリーソングのコーラス。 えー、長岡さん以外のペトロールズのお二人も一緒に参加されていたんですねプリンのコーラスに岡本さんの皆さんが参加されていたのは特典 DVD で見,見ましたがペトロールズの皆さんはどういった経緯で参加することになったのでしょう裏話があったら教えてくださいありがとうございますそうなんですあの、えー、今回ファミリーソング、えー、コーラスがたくさん入ってると思うんですが、えー、今回ですねいつもの ライブもいつも参加してもらってる石橋英子さんとそしてギターのりょうちゃん、えー、コーラスしてもらってるんですけどそのほかにお二人ペトロールズの、えー、だから3人ですねりょうちゃん入れてペトロールズの3人ですね参加してもらいましたで今回あのコーラスをすごくたくさん入れたいなと思って何ていうか日本人えー、日本の何だろうな何だろうなこう感覚で えー、ゴスペルみたいな、えー、感覚になるものをちょっと作れないかとコーラスでもなんかゴスペルってどうしてもそのなんだろうな血のそのなんだろうな民族の,あの血のこう力がすごく強いんだけどそれをこう日本人の雰囲気で、えー、また違った感じで表現できないかなと思ってコーラスをたくさん入れたいなと思って。 で、島健さんという方にコーラーサレンジを、あの自分はその何ていうか声の。 和声のアレンジっていうのをやったことがないので誰かにお願いしたいなと思って初めて島健さんという方にお願いしたんですけど初めてお願いする方がいるっていうのもあって何て言うか知らない人に歌ってもらうんじゃなくていつも僕のそばで歌ってくれてる人でかつ僕が知っている人ですごく好きな声の人に身近な人にやってもらいたいなそれこそ何だろう身近なファミリー感というか。 なのであの知らない人じゃなくていつもの石橋さんと涼ちゃんそしてえ僕あのペトロールズの3人の声が重なってるところがすごく好きであのペトロールズの 3, あの3人の曲でもですね3人の声がわーっと重なるとすごくいい気持ちになるのでお願いしたいですって言ったらすごくあの喜んでというふうに言っていただけてなのでその4人と僕でコーラスしてるんですでそれがファミリーソングでであの えー、3曲目のプリンという曲なんですけど、この曲あの、本当はりょうちゃんだけだったんです。ギターのりょうちゃんだけコーラスしてもらう予定だったんですけど、そのコーラスを入れるスタジオのちょうど上で岡本図がたまたまいたんですよ。で、挨拶なんかしてくれて、どうもーなんつって。で、なんか参加するって言ったら、あしまーすみたいな、<laughs> それ軽いノリで。 ノーギャラだけどいいみたいな。<laughs> <laughs> ノリで、今、たまたまだから、あんまギャラとかそんな出ないですけど、いいっすかみたいなあ。全然いいっすー、みたいな。で、それで参加してもらって、なんで、まあ、その場で、だからまあ、ハモリっていうか、ただただ、あの、ファルセットで、あの、はーはーって入れてもらったんです。それの様子も、特典 DV の中、DVD の中に入っておりますので、ぜひ見てみてください。とてもね、その、プリンというか本当に遊びながら作って、 でさっきもあのプリンスって書いてありましたけどメールにもともと1年以上前に録音してた曲なんですよであのプリンスの初期みたいなことをやりたいなとでなんかその時ってもう恋のなんだろうシングルが出る全然前であのコンティニーズとかを撮ってる頃なんですよでその頃って次のシングルを出す予定をまだはっきり決める前にとにかく何極 曲を取りたたいみたいなでなんか今もねその恋の後に次のシングル大変じゃないですかみたいなこと言われるんだけど全然そんなことなくてむしろそのサンとイエローダンサーの次大変じゃないですかみたいなことを言われた方が大変だったんですよでそのその後に恋を作ったんですけどだからもうその時大変だったんで今回全然そういうのなくてなんでだからそういうふまたそのイエローダンサーの後の次の シングル大変じゃないですかって言われるのなんとなく分かってたから、そういう風に言われる前にもう撮っちゃえみたいな感じでコンティニューズとかドレンキングダンスとか割と早めにもう曲作り出してたんですよね。で、その流れで、あの、このプリンって曲実はもう撮ってて。で、モチベーション的にはどういうモチベーションかっていうと、あの、いつも僕その、まあ、このファミリーソングもそうですけど、イエローミュージック 言ってちゃんとと自分のフィルターを通したいとブラックミュージックっていうものをあのそのまんま上っ面だけ真似るんじゃなくて自分のちゃんとフィルターを通したいと言ってるんですけど「そんな硬いこと言ってんじゃねえ」みたいな「イエローミュージックとか言ってんじゃねえ」みたいな気持ちもなんかあるんですよ何、ね、<laughs> つうの, <laughs> その遊ばせろみたいな音楽で学生気分で音楽させろみたいな。 あの学生でね、その、ただ、ただカバーし、コピーして楽しいみたいな気持ちあるじゃないですか。あのクリエイティブさがない状態。その、なんていうのな <laughs> んのクリエイティブさもない状態。ただ真似してなんかそれっぽくて楽しいみたいな。そういう感じで音楽やらせろやみたいな感じで曲作ってみたいなと思って、それでもうあの、プリンスの、もうほんと初期の頃を、もうまんまやってみたいな、みたいな。で、それで、 結果的に全然まんまになんなかったんだけど、まんまにしようと思ってもあんま,ま,まんまにならないんだなってことがそれで分かったんですけどその、でもそれっぽくしたいみたいな。もうそういう気持ちで作って、で、ゲラゲラ割れながら作ったんですよ。すごい楽しくて。そしたら、2週間後にプリンス亡くなっちゃって、本当にたまたま。で、しばらくリリースやめようと思って。で、も僕、本当にゲラゲラ割れながら作ってたし、なんかそれもすごくす、 合わないないと思ってその状況にプリンス亡くなってすっごい悲しかったからだからそういうのもあって1年間寝かせてたわけじゃないんですけどいつか出したいなと思っててで今回いいチャンスだなと思ってで歌詞は今年撮ったんですこないだこないだ作ってこないだ録音して歌も録音して、えー、でプリン食べたいけど太るから我慢太るかもしれないから <laughs> なんかダイエットしてたんでしょうね、その人は。一時期のクマさんぐらいダイエットしようと頑張ってたんでしょうね。今はもマラヘアキャリーと一緒。身長も体重もマラヘアキャリーと一緒と奇跡の、奇跡の合致をね、見せてた。<laughs> これあの、バナナマンさんが日村さんが一緒なんじゃないかみたいな話してましたけど、<laughs> こちらはクマさんが一緒ですからね。エークマさんが一緒なんで。<laughs> あれ何の話だっけわ <laughs> かんないですよ。<laughs> えっと、まあそ、そんな感じですよ。 そそうそう、だからプリン食べたいけど我慢してるみたいなそういう歌詞でまあそのふざけてた時の気持ちを思い出しながらですね歌詞を作って歌を歌って録音しますそれもぜひグッスーもう本当大好きなんで僕もぜひ購入して買ってみてくださいよよろしくお願いします